3年2組、常盤千織さん、至急職員室までお越しください。母が消えた。浅田です。私はこの店なんてどうだっていいんです。出てけって言ってんだよ。嫌いなんだ、お母さんのこと。正直不安だったの、千織に受け入れてもらえるか。おいしいね。これが食いたくてここに来てる人間はみんなあんたの味方をしてくれるわ。千織、火おかわりしょい。あ、すいません、お店の営業5時からなんですよ。レオコさん。嘘、あんたなんかどっかでくたばって一生戻ってこなきゃよかったのに。私がいない間店守ってくれてたんだって。いるでしょ、今話をしなきゃいけない人が。俺、千織と家族になりたい。あの、浅田さん、今度こそ幸せになれや。私は人生で最後に食べるものって何なんだろう。